埋め立て工事が進められる現場周辺にある名護市串野沿岸では、去年7月、固形状の糞のようなものが浮いているのが見つかり、県が調べた結果、ジュゴンの糞であることが確認されました。これを受け、ヘリ基地反対協議会のメンバーが、昨日沖縄防衛局を訪れ、直ちに工事を中断し、ジュゴンの生息確認を行うことや、餌場である海藻藻場の保全を求めました。防衛局の担当者は、これまでもジュゴンが来るとの前提で影響に配慮して工事を進めてきた。引き続き適切に対応すると述べ、工事の中断には言及しませんでした。ヘリ基地反対協はこのほかゲート前の抗議活動で防衛局職員による妨害があったと抗議しました。